6時になりました。BS ニュースをお伝えします。この時間の主なニュースです。元経済産業大臣で無所属の平沼赳夫衆議院議員が去年12月初めに軽い脳梗塞のため東京都内の病院に入院し、回復までには3ヶ月程度かかる見通しであることが分かりました。続いて気象情報です。為替と株です。6時の BS ニュースをお伝えしました。